主要国首脳会議伊勢志摩サミットと関連する行事、ことにオバマ米大統領の広島訪問の意味を日本の戦後精神史において解釈することは許されるだろう。この観点から見るとき、筆者がある考えを禁じ得ない。当たり前のことがやっと当たり前になされるようになってきたと言ったらよいか。もちろん今回のサミットはまずは政治外交の文脈で注目される。世界経済の失速、テロの脅威、南シナ海など海洋の安全保障、北朝鮮の核問題など世界的な課題に先進7カ国 G7 グループオブ7がいかに有効なメッセージと方策を打ち出せるか。さらに言えば世界のリーダーシップを取る国が不在の多極化した時代、 G0 とも言われる時代にサミットが始まった昭和50、1975年、当時の先進国の図式が成り立つかという皮肉な問いもありはする。しかし多極化した世界だからこそ自由や民主という価値を共有する G7 という枠組みはなお意義を持つと考えたい。自由主義国のリーダーの一角に日本は先の大戦の敗戦からわずか30年で迎え入れられたのであり、今後も他の G7 諸国とともに世界の自由民主主義をリードしていく責任がある。その上でなお筆者は冒頭書いたように歴史をもう少し遡って今回のサミットを見てみたい。日本は戦後の社会体制をいわば自明の前提として復興から高度成長へとひた走り G7 入りするに至った。しかしその戦後体制が何なのかはなおざり視されてきた。それは終戦までの日本を否定して作られた体制だったと言ってよい。だがここに来て内外で日本という国の自己回復が自然になされてきているように思えるのである。神道の回復、2つの点でこの回復の兆しが読み取れる。第1に神道に関して、今回3カ国の首脳が伊勢神宮を訪問した。感慨深い第1の点である。終戦直後から連合国軍総司令部 GHQ は矢継ぎ早に日本の改革を実施した。昭和20、1945年12月には神道司令により神道への国や自治体の関わりが禁じられた。その神道司令の英文を見ると、国家神道とは非宗教的なカルトとされている。カルト、いわば狂信とみなされているのである。以前別のところで参照した GHQ 宗教家調査スタッフだったウィリアム・ウッダードは回想録にこう書いている。神道を国家から分離した理由は、神道の教義が世界平和に敵意あるものであり、日本の超国家主義、軍国主義及び侵略主義も国家神道のカルトに根付いており、それによって精神が汚染されているという連合国軍指導者たちの理解によるものであった天皇と神道。これが日本に対する当時の西洋文明側の理解だった。神道は邪教視されたと言ってよい。西洋に限らない。戦後の日本人自身が神道を否定的に見るようになってしまった。神社への抗議資質などが再三意見に問われ、公教育の場から神道も神話も姿を消した。しかし宗教や神話といった国民のアイデンティティに関わるものを否定する国家が健全であるはずがない。GHQ が植え付けたような神道観がむしろ誤ったものであることは今常識に照らせば明らかだろう。そして神道に対する海外の認識もすでに相当に改まっていることを今回の伊勢神宮訪問は改めて感じさせた。敗戦国士官の克服。第2に歴史観に関して、オバマ大統領の広島訪問は原爆投下を正当化するようなアメリカ側の一方的な戦勝国士官の少なくとも揺らぎを語っていよう。この揺らぎは戦後日本を厚く覆ってきた敗戦国士官の揺らぎと対を成しているように筆者には思える。周知のように原爆死没者慰霊碑には安らかに眠ってください、過ちは繰り返しのせぬからと刻まれている。後半の文章は主語を省くことにより日本人自身もその主語部分に含めてしまう構造になっている。原爆を落としたのは日本ではない、アメリカである。にもかかわらず日本の責任でもあるかのように読めてしまう。日本の戦後を覆ってきた自虐を象徴するような文章なのである。戦争の勝者の側が全て正義であるはずがなく、また敗者の側の全てが不正義であるわけでもない。しかし戦後の日本人はGHQ の占領方針とその方向に沿う日本人自身の偏った言説によって終戦までの日本をいわば断罪してしまった。
原爆投下まで、まるで日本人自らが招いた結果でもあるかのように見なしてしまう精神構造に、私たちは区切りをつけたい。オバマ大統領は謝罪はしないという。現在のアメリカの指導者に声高に謝罪を求める必要はないと筆者も考えている。しかし原爆投下は戦争犯罪であることは書いておく。過ちは繰り返しませぬと死者に誓うべきなのはまずアメリカであろう。そのような当たり前のことがさらに当たり前になる日もいずれ来るのだろう。伊勢志摩及び広島を日本という国を見直すきっかけとしたい。